ナッカイブスタジアム大宮です。まず前半、岐阜がペースを握ったというところで24分です、ゴールシーンをご覧いただきます。本当に中盤でも前線でも狭い局面でね、岐阜の選手たちが本当に思い通りパスをしてボールを動かすことができてたんでね、大宮の方からすると絞りどころがなかったですね、守備の部分でね、それだけ岐阜の選手たちが顔が上がって自由にプレーするスペース状況が多かったと思いますね。人数はねそれなりにいるんですが、この辺でパスが通りますもんね。そうなんですよね。最後はデフリースのヒールパスは見事、そしてフル足、一見密集している形に見えるんですけど、やっぱりそれぞれがやっぱり意味を持ってポジションを取れてるんでね、それぞれやっぱり役割を担ってポジションを取れてますから、絶対こういうシーンがゴール以外でも多かった印象でした。そして45分はフリーキック、追加点なるかというシーン、これ跳ね返りを、ただ武田がちょっとシュートミスになりました。これは本人がね一番感じてると思いますね、決めなきゃいけないとね、でも小野もいいキックを蹴っていました。1対0で前半を終えて後半です。53分、ここもまたフリーキック、小野のフリーキック、今度は武田がドンピシャイのヘディングシュート、前にうまく入ってきました。これで追加点2対0。この前8分というのは割合大宮ペースでもあったんですかね。そうですね、立ち上がりかなり守備の部分でエネルギーを、ね、上げてきましたからね、大宮がね、その中でこのセットプレーというのは大きかったと思いますね、武田も喜びが2倍でしょう ね、うまく引き出してヘディングシュートの体勢にありました。大宮からするとやっぱりこう一人一人マントゥーマンでついてますからね、もう責任もうそれだけですよね、一人一人がもうそこをしっかりと果たすと、それしかないと思いますね。大宮の方はその後マルセロ・トスカーノ、富山、マテウスなど攻撃陣を入れて攻勢に転じていきます。では89分です。マテウス、大前が行きますがシュート枠外、マテウスを入れて生かしきれてるシーンと、なかなか生かしきれてないシーンもあったんですけどね、ここはある程度スペースを与えて早めにもうボールを預ける、彼の突破にかけるっていうシーンだったんですけども、人数もねご覧の通り入ってるんで、大宮としてはもうこの後半の半ば過ぎからね、かなりこう自分たちの時間続いてましたから、早めに1点を返していたらやっぱりまた展開は変わっていたでしょうね、そしてこちらもアディショナルタイムのシーンです。大前、彼のイメージそしてアイディアが、ね、出たシーンだったと思うんですけども、決めたかったですよね、本人も当然考えていると思うんですけども、コントロールはやっぱりこう絶妙ですよね、テクニックミスだと思いますね。